はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の関数の極値丸四をお送りします。では前回に引き続き2問ですね。まぁ、ちょっと違うタイプの問題になるんですが、2問やっていきますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、両方とも板書がかなり、かかる問題で、で、本当は2問、動画1番で1本、2番で1本で分けようと思ったんですけど、どうしてもね、この2問は一緒に動画撮りたかったので、ちょっときつきつになるんですが、ご容赦ください。で、まずですね、1番は、関数が fx イコール x2 乗の e の ax 乗ですね。で、こいつが x イコール1で極値を取るんです。で、その時に a の値を求めて極値を求めるっていう流れなんで、ヒントがこれだけなんですよ。x イコール1で極値を取ると。で、ここから何が使えるかっていうところが大事で、例えば、ちょっと増減表、ざっくり書くと、x、f'x、fx ですね。で、こいつの詳細はまだわからないですけど、1で極値を取るっていうことは、まあ、もう一個ぐらいあると思うんですけどね。一応、点点点1にしておきましょう。この時に極値をこう取るわけですよ。まあ、もちろんこれがね、上がって下がって、もしくは下がって上がってわからないですけど、どっちかになって極値を取ると。で、絶対決まってることがあって、それが何かっていうと、ここ0なんですよね。極値を取るってことは。f'x が0なんです。で、今、1の時に f'x が0。つまり、f'1 ね。が0になることは、これは確定なんですよね。1で極値を取るってことは。つまり、このヒントから、じゃこれを使って解いていけばいいんだっていうところに、ぜひ、考えというか、ヒントをね、派生してください。では、そいつをね、使って解いていきましょう。ちょっとちっちゃめの文字で申し訳ない。じゃあ、まずね、こいつを微分していきます。積の微分なんでね、x2 乗。じゃあそっちから微分しようか。x2 乗微分して、で、e の方がそのまんま。で、プラス、x2 乗がそのまんまで、e の x 乗微分すると、まあ、e なんでね、そのまんまなんだけど、肩にくっついてる ax を、微分したものをかけなきゃいけないので、a が出てきて、e の ax 乗。まあ、e の x もくくり出せるんですけど、一応、e の ax 乗だけで、まとめておきましょう。こうですね。で、出てきました。で、f'1 が0。より、で、一応ね、代入していくと、括弧2プラス a、e の x 乗イコール0なんですよね。で、ここで e の x 乗ってのは指数なんで、これ0にならないんですよ。だから、e の x 乗は、ノットイコール0。になるので、2プラス A。こっちの括弧の中身が0になるしかないと。つまりこれを解けば、A イコールマイナス2ということで、A の値は出てきますよっていう。まあ、こんな感じで解くことができます。で、もう一個ですね、極値求める必要があるので、これはまあ A を戻してあげて、ここにね、戻して普通に解いていきましょう。では、fx が、戻してあげると e のマイナス 2x 乗になりましたと。で、これを微分したものですけど、こっからやっても構わないんですが、もう一回ね、これ出してるので、ここの a にマイナス2を入れれば OK でしょう。2x マイナス 2x 2乗。まあ、くくり出せるんですけど、ちょっと気にせずいきます。こうですね。で、f'x イコール0。これね、これイコール0。で、こっちも指数またね、0にならないので、括弧の中がなるしかないと。で、書き出すと、まあ、整理すると、マイナス2で割ればね、こうなりますんで、ちゃんとやると、x は0と1と。は、0と1になりますと。下入るかな？ちょっと詰め詰めですけどね。では、増減表行きましょう。よいしょ。f'x、fx と入ってるかな？あ、大丈夫ね。で、点点点0、点点点1、点点点ですね。ここが0、0と。
で、まあこれは関数考えるよりも値入れた方が早いですね。こっちが正って分かってるので、例えばまあ2でも3でも入れれば、ここのカッコの中はね、x2 乗がどんどん値が大きくなるのは目に見えてる。つまりマイナスが強くなるので、こうマイナスになると。で、これは2分の1とか入れてもらえれば、プラスになるのが分かって、こっちもマイナスの数入れた場合は2乗がどんどん加速していくので、まあこっちがこうなると。つまり、下がって、上がって、下がりますと。で、0入れると FX はもうどこだっけ？これが0。まだ0ですね。で、1を入れたときは X2 乗が1になって、E のマイナス2乗。つまり、E の2乗分の1ですね。入ってっかな？大丈夫ね。ごめんなさいね。となったので、じゃあ極値求める、書いていくと、極大こっちか。x イコール1の時に、極大値が e の2乗分の1と。で、x イコール0の時、極小値が0と。 OK、 これで終了となります。まあ、やってることは、まあ、使ってるのはシンプルこれだけなんですけどね。まあ、こんな感じでやっていきましょうやっていきましょうじゃない、やってってください。よし、じゃあ2番いきましょう。で、2番も非常に似ております。なんで動画ね同じようにしたかったかっていうと、まあ、2番はですね、確実にテストで出された場合は途中式書かされます、これ。で、その途中式のちょっとポイントがあって、そこを説明したくてね。で、2番。今度 FX が X2 乗分、ごめん、プラス1分の AX プラス B と。で、同じく X イコール1で、極大値ね、もうね、極大値2を持つような定数 AB の値を求めなさいという問題。で、まあ、同じです。結局、増減表を書いたときに、1のときに極値を取ると、まあ、極大値ですけどね。極値を取るので、F-1 が0になりますと。それを使っていく。だから、同じように F-X、まずね、微分していきましょう。で、分数なので、まあ、長く書いておくか。まず分母。こやつを2乗しておいて、まず上を微分して下そのまんま。上微分すると、A が残って、下がそのまんまです。引くことの、上が、そのまんま。で、下微分なんで、下先解除か。2x、カッコ、ax プラス b と。さあ、まとめていきましょうか。まとめていくと、2x2 乗。マイナス、ax2 乗。こことここですよね。で、後ろがマイナス 2bx の、プラス A と。で、こうなります。で、ここで大事なことが、さっき、まあ、1番でもね、書きましたけど、1の時、まあ、点々でしょうか。ここが0なんですよね。で、さっきと違くって、今回、極大値2って言ってくれてるんですよ。つまり、ここの値が2ってことが決定してるんですね。で、今、A と B、分かってない。数が2つ、2種類あるので、式が当然2つ必要になります。1番に関しては定数 A。分かってないのが A のみだったんで、1個の式で勝負ができるんですけど、今回2個必要だと。じゃあ、さっきと違くって、さっきはね、この F-1 イコール0、ここですね。だけで勝負ができたんですが、この2も使っていきましょうと。で、この増減表を見て分かるように、F1、いいね。F1 は2なんですよ。こうやって。極値を取るって、極大値2を取るって言ってくれてるんでね。つまり、この二つを使って式を、まあ、連立ですね、を作っていきましょうと。で、まずじゃあこっちから行きましょうか。F-1 ね、入れていくと、分母が4か。2乗するが4ですね。4分のなんで、待って、F-1 イコール0より、4分の、1入れると、マイナス A で消えるんか。マイナス A とプラス消えるから、あ、楽だね。マイナス 2B、イコール0と、こうなります。これ B イコール0っすね。こうなる。で、F1 イコール2、
より、こっちですね。こっちに2を入れると、下が5。5分の 2a プラス b、イコール、これが2になると。で、こうなります。で、今 b が0って今分かってるので、これ、まあ解いていくと、a が、5か。で、こうなります。数がどっか違ったか？ああ、違いますね。ごめんなさい。なんで2入れた？1入れるから2分のですね。失礼しました。2分の、で、ここは A だね。2を入れてしまったよ。これで OK か。失礼しました。ってことで、0入れると A は4ですね。その、さっき解いたのと答え違うなと思ってね。これで OK。ってことで、AB の値だけだったら A イコール4の B イコール0で、これで終了です。だからもしテスト出た時に途中式を書かされないで定数 AB 出すだけだったらこれで終わりなんですよ。で楽なんですよ。これで OK。でもなんでこんなに板書を残したかっていうと、途中式を書かされる場合、ここだけで止まると、まあ×、まあまあよくて減点ですね。三角。部分点をもらえるっていう感じです。で、なんでかっていうと、この後ですね、AB を戻して、まあこっちと同じです。増減表を書いて、ちゃんと極値を取るよねっていうことを明らかにしなきゃいけないんです。なんでかっていうと、さっき増減表書きましたけど、消さなきゃよかったね。ね。おっとっとっと。こうなった時に、まあ1でね、この情報から書いたのがさっき1で、取って0になって2になりますよって言ったんですけど、これさ、F'1 が0になっても、ここが絶対極値になるとは限らないですよね。ゼロになったとしても、なぜかっていうと、その前が増加でこっちも増加だったので、ここ極値じゃないんで。だから、ちゃんと F'1 を0、今使ってるからね、F'1 イコール0使ってるから、その時に極値をちゃんと取りますよって。AB を入れたらちゃんと X イコール1で極大値2を取りますよっていうことを言わないといけないんです、これ。必要十分条件の関係でね。そう、だから、板書が多くなってしまうっていう。まあ、やることは、つまり、この1番みたいに、極値を求めようって言ってると同じです。それをやっていくだけなんですけど、ただ戻しましょう。A が4で B が0なんで、FX イコール、X 2乗プラス1分の、4X か。こうなります。で、微分したものが、ここにあるんでね、そのまま使っていきましょう。X 2乗プラス1の2乗。分の、B が0だったらね、だいぶ楽ですね。4を入れると、マイナス 4x2 乗プラス4か。まあ、くくり出せますけど、まあ、このままにしときましょう。で、F'X イコール0。で、これを解くと、分母はね、0にならないので2乗になってるしね。分母、この7も0にならないんで。分子ですね。で、分子は、これイコール0解くんですけど、マイナス4で、両辺割るとこうなりますと。だつまりこれ x イコールプラスマイナス1となります。これ解くとね。じゃあそれが分かったんで増減表書いていきましょう。f'x の fx と。で、点々、マイナス1、点々、1のこうなって、今ここ0になりましたと。で、まあ、これも与えれれば楽ですかね。でかい数、2とか3とか10とか何でもいいですけど、入れると、分母はもう、正なんで関係なしです、絶対にね。で、分子が x2 乗が加速するということで、マイナスが負が加速していきますと。つまり、こっちはマイナスになる。0を入れれば明らかにプラス4しか残らないと、ここね。分子がね、残らないんで、プラスになりますと。こっちもね、マイナス、大きい数入れていくと、負がどんどん加速していくので、マイナスになります。じゃあ、下がって、上がって、下がりました。で、一応ね、完成させましょう。x が1の時、入れると、どこだっけ？こうか。1入れると、2分の4なんで、2。マイナス1を入れると、2分のマイナス4なんで、マイナス2となりましたと。つまり、まあ、薬に極値のね、こういう値書いてもいいんですけど、fx は、x イコール1で、ちゃんと極大値ね、2を取ってるので、2を取る。まあ、よって、一応書くか。
答え書いちゃった時はね、よって A イコール4、B イコール0と、これダブルで線引いちゃってますけど、これで終了となります。割と入りましたね、普通にね。で、1番に関しては、まあ、このね、確認はいいんですかって話なんですけど、結局ね、極地を出すときにやってるんで、これが賄ってるんですよね。そう、それによって、ま、OK なんですが、まあ、出題のされ方によって、こういうタイプだったら特に気にせずいいんですよ。極地を出すためにやるんで。構わないんですけど、2番みたいな形の場合は、ここが抜けると減点食らっちゃう、もしくは罰を食らってしまうので、非常にもったいない。ここで時間かかってるからね。時間かけたのに罰って非常にもったいないから。そう。なので、こんな感じで、どっちの問題のタイプでもぜひね、対応してみてください。では、今回は数3の関数の極地、丸4をやらせていただきました。今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。